シュボレスは、ある社会集団の構成員と非構成員を見分けるための文化的指標を表す用語であり、シュボレスの代表的な例として、言葉の発音や習慣風習の際などがある。またこの集団内の観念ではこの際に正しい、正しくない、優れている、劣っている、といった価値判断が下される場合がある。この用語の起源は、ヘブライ語の単語シブレスである。そのままでは、 植物の穂や穀物の茎を意味し、異なる文脈では水の流れを指す。現代的な用法はヘブライ語聖書の記述に基づく。これによると、シブレスの発音がエフライム族を見分けるために用いられた。詩式十二章によると、紀元前1370から1070年頃、ギレアドの住民がエフライム族との戦闘に勝利した際、生き延びたエフライム族は、 ヨルダン川を渡って故郷に逃げ帰ろうとしたが、ギレアド人は川の浅瀬を監視しそれを阻止した。逃亡者を見分け殺そうとした、ギレアド人は逃亡者に、シブレスという言葉を言わせた。エフライム族の方言に、が存在しないためこの言葉を、シベラスと発音したものを、ギレアド人はエフライム族だと見なして殺した。日本聖書協会による口語訳聖書において、この逸話は、 下記のように記されている。そして、ギレアデビトは、エフライムに渡るヨルダンの渡し場を抑えたので、エフライムの落ちードが、渡らせてくださいというとき、ギレアデの人々は、あなたはエフライム人ですかと問い、その人が、もし、そうではありませんというならば、またその人に、では、絞れてと言ってごらんなさいと言い、その人がそれを正しく発音することができないで、絞れてというときは、 その人を捕らえて、ヨルダンの渡し場で殺した。その時、エフライム人の倒れた者は4万2000人であった。問題の2つの語は、文語訳聖書や口語訳聖書では、絞れてとセボレテ、絞れて、新共同訳聖書では、しぼれとと、絞れとになっている。ドリス・サルチェードによる帝都モダン、ロンドン。異なる方言を話す、集団間の紛争において、 上記の聖書の例のように隠れている対立集団の構成員を炙り出すためシボレスが用いられた例が数多く存在する。現代の研究者はシボレスという用語をそのような例すべてに対して用いている。今日のアメリカ英語においてシュボレスはより広範囲の意味を持っており敵対する集団でなくとも自分たちの集団と他者を区別できる言葉や区のことも指す。 一方で、イギリス英語や、その他の英語圏ではこの言葉の知名度は、アメリカと比べ低くなっている。また広くジャーゴンの意味で使用される例もあり、用語の使用がある、特定の集団に属していることを示すことを指す。さらなる拡大用法として、シュボレスは、記号学では文化における言語以外の要素、例として、食事やファッション、文化的価値観などを意味する。 文化的な資金積や共有した経験なども絞れすぎ、なりうる。例えば同年代、同じ国で育った人々は、形成期のポピュラーソングや、テレビ番組など、同じ記憶を持つ傾向にある。ある特定の学校の同窓会、退役した、軍人、他の集団に関しても、同様のことが言える。このような共有する記憶について語ることは、集団の絆を強めるため広く行われている。 また、内輪とも共有する経験に基づく同タイプのシボレスと言える。また、避難的な用法として、ある記号が持つ、元々の意味が事実上失われ、義務的に用いられているだけになっていることをシボレスと表すことがある。シボレスは、世界中の異なる時代、文化において使用されている。1三百二年五月の金白者の戦いの前、フランドル人はブルッヘで見つけた。 フランス人を見つけ次第虐殺したが、その際フランドル人は、フラマン語のシルトエンでフレンドもしくはエスギルデン、フレンドという文を言えないものを、フランス人と特定していた。一方で中世フラマン語の方言の多くは、SCH マイナスというシーンクラスターを持っておらず、中世フランス語の R は、フラマン語と同様に巻き舌であったという指摘もある。ブーテア、ブレア、イエヌグリンツスは、 t.net シスキン、イズジーンをプロートフライズ、フリジア革命の際、ブーテア、ブレア、EN グリーン、チスは、t.net シスキン、イズワインをプロートフライズという文が、フリジア人のビーアカルロフドーニアによって使用された。この文を正しく発音できない船員の船は、略奪され、発音できなかった兵士はドーニア自身が殺害した。オランダ人は、沿岸のマチスヘフェ人間の名前を、 シボレスとして用いて、オランダ人とドイツ人を見分けた。オランダ語において、SCH は S と二重音字 CH の組み合わせであり、シーンクラスタ SX となるがドイツ語では、三重音字 SCH と扱われ、と発音される。1923年に発生した関東大震災では、震災発生後、混乱に乗じた朝鮮人による凶悪犯罪、 暴動などの噂が行政機関や新聞、民衆を通して広まり、民衆、警察、軍によって、朝鮮人、またそれと間違われた中国人、日本人が殺傷されるという被害が発生したと言われる。朝鮮人かどうかを判別するためにしボレスが用いられ、国家を歌わせたり、朝鮮語では古党に濁音が来ないことから、同行く人に15円50銭や、 カギグゲ語などを言わせ、うまく言えないと、朝鮮人として、暴行、殺害したとしている。また、福田村事件のように、方言を話す、地方出身の日本内地人が殺害されたケースもある。老和者も、多くが殺された。1937年10月、スペイン語でパセリを意味する、ペラーヒールが、ドミニカ共和国国境沿いに住むハイチ移民を見分ける。 ためにシュボレスとして用いられた。ドミニカ共和国の大統領ラファエル・トルヒーヨは移民の処刑を命じ、このパセリの虐殺では2万から3万人が数日の間に殺されたとされている。1938年にスリランカで起きた黒い6月暴動では、シンハラ人の若者によって多くのダミル人が殺された。虐殺の多くはバスの乗客に、 BA で始まる子を発音させ、うまく言えないものを殺すことで行われた。第二次世界大戦の太平洋戦線において、アメリカ合衆国の兵士は、ララプルザという言葉をシボレスとして用い日本兵を見分けた。これは日本語では L と R の音が混同されることを根拠としており、またこの言葉はアメリカの口語であり、アメリカ英語に詳しい外国の人物でも発音を、 間違えたり知らない場合が多かった。ジョージ・スティンプソンの A ブックアバウト、A サウザンド・シングスにおいて著者は、戦時日本のスパイがアメリカの検問所にアメリカ人やフィリピン人の軍人を装って近づくことがよくあったと記している。この際、ララプルザのような絞れスが用いられ最初のに音節をローラと発音したものは警告なしに射殺したとされる。 北アイルランド問題において、デリー、ロンドンデリーのどちらの名称を使用するかが、その人物の政治的立場を表す指標として、用いられた。ザ・ホワイトハウスのエピソードにシュブレスと題されたものがあり、ここで、バートレット大統領は、中国人難民が、シブレスという言葉を使用したことから彼らが、キリスト教徒であると確信している。ありがとうございます。